カチャンネルのシャオです。積みプラを崩せ第3弾、もう第3弾になりましたよ。前回前々回とですね、作りましたセラビーガンダム、ジュピターブガンダム。さあ今回はもう本当に俺も分かりません、ビルドダイバーズガイデンに登場しましたGエルスですね。レコンギスタの G セルフが元になってるやつらしいんですけど、全然ピンときてません。なのでよくわかりませんけど作っていきたいと思います。エルカチャンネル。はい、完成しましたよ。 G エルス、こちらです。いやーかっこいいですね。もう真っ黒の機体すごいですね。これの元になった G セルフ全然違いますね。顔のところも角がもう一個あって、パッと見わかりませんね。これじゃあエルカチャンネル、こちらにですね、まだあと装備品が足りないのでちょっとつけたいと思います。エルカチャンネル。はい、こちらが装備品つけた G エルフなんですけど、腕のところにこういう感じで、何この挟む感じ、こういう爪がつきましたね。そしてウイングらしいんですけど、ウイング兼ブレードみたいです。G セルフのバックパックの翼が流用されてるっていう設定らしいんですけど、なので反対側もですね、おっと、そうこれあのね、上半身と下半身が取れやすいんですよ。こうちゃんとはまってるんですけど、ちょっと角度をつけ出すとこんなスポッて取れちゃうんで注意が必要ですね。はい、反対側もなのでこういう感じになっています。それと足がですね、ひっかきの爪がついたような感じの部品がつきました。ちょっと今まで作ったやつを並べてみたいと思います。エルカチャンネル。今回作った積みプラ4作品を並べてみました。まず最初に作ったのがこちらのセラビー&セラフィムガンダムですね。セラフィムガンダムを別で作ったことにより完全変形ができるっていう、こちらを作りました。第1弾ですね。そして第2弾が今やっているガンダムビルドダイバーズリライズの主人公が乗っていたジュピターブガンダム。こちらもついている装備がなかなか面白くて、ファンネルみたいな感じで攻撃ができるっていう宇宙用のガンプラで良かったですね。これも今回作ったガンダム G エルス、ワクワクしいですね。はい、ということでですね、今回は3回に分けてガンプラを作っていきました。今後もですね、作る時間があればですね、新たにガンプラ手に入れて作っていきたいと思います。ガンダムリライズの2機が始まってるので、そちらの方も作っていきたいなとは思ってますので、お楽しみに。エルカチャンネル。ということでですね、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。